はい、今回はね行ってみたいと思います。決済 OK、 じゃん。おはようございます。モバイルオーダーの、はい、YouTube 伊賀です。はい、いつもありがとうございます、はい、ドリンク1点とお食事、そうです、お伺いしてます。追加で何かご注文ございますか？以上で大丈夫です。以上でありがとうございます。準備で電報にお願いします。はい、はい、どうもです。よいしょ、はい、いつもありがとうございます、はい、お願いします。はい、お札資本もなんかお札資本みたいな、お金の話みたいなね、お札資本もまあそうなんですよね。お札資本来週お札フラペチーノと頼みに、はい、はい、お前が教えてもらったあのトルタロッソ、はいはい、の半分のやつ、あの行ったんですけど、なんか全然違うんじゃないですか。ああ、そうなんや。はい、待ってました。そうやね、ああ、そうなんやね、ごめんね。また行ってあげてください。ありがとう。そうか、トルタロッソさんね、最近来てないからさ、てかもう終わっちゃったんだよね。今日もパンプキン。はい、伊賀です。毎週土曜日、ちょっと先週ね、動画上げ忘れてたので、今日多分2本ぐらい上がってるかもわかんないですけどね。はい、もう秋ですね。ということで今日も秋をね感じる商品を注文してみました。あとねスタバの新作ということで、はい、まずはアイスの、チョコムースラテね、これをちょっとね、あのどうこう映したいので、ちょっと待って、ね、こんな感じピント合ってね、合ってる、はい、こういうね感じで、これこれで飲むの飲めんのかな、わかんないんだけど、うん。で今回ね、ノーマルにしてます。氷少なめじゃなかったと思うんです。うん。でも、だいぶ少ないからいいかなと。で、今回ね、アイス、チョコムースラテ。ちょっとね、テニスで舐めたら、いいね。それと、パンプキンバスクチーズケーキ。ね。バスクチーズケーキって結構こう、癖っていうかね、まあ、濃い感じがし、イメージなんで、どうだっけ、まあ、食ってみたらわかるよね。じゃあ、まずね、トールサイドね。トールちゃんちょっとね飲んでみたいと思います。うん、あ、なんだろうね、なんか飲んだことがあるような、チョコレートってチョコレートなのかな、
あの、ムースが、やっぱりね、ちょっと無理だな。こう混ぜないと。混ぜるもんがないからね。最後に飲むか。うん。チョコレートとモカみたいな感じがする。まあ、コーヒーの薄い味と、ちょっとコーヒーのすごくこう、柔らかい味と、ね、チョコが、チョコもね、すごくこう、甘すぎない。チョコ風味とコーヒー風味がパッとくるね。なんか今まで飲んだコーヒーの中ではすごい脇役的なコーヒーっぽいね。で、それに対してね、パンプキン、パンプキン、はい、なったけでーん、はい、上がね、こう濃く焼けたようなね、ちょっと手で持ってで、こういう感じで、ひんやりとね、今回はちょっとね、さすがにひんやりしてますけど、まあヒーティングはないやつですけどね、チーズケーキだけ。まあ、あの、リクロさんとかね、あの、ヒーティングっていうか、あったかいのよね。はい。じゃあ、ちょっとこのね。まあ、ちょっとずしっとする感じが、いいですね。じゃあ、ちょっとね、先っぽ、ちょっといただきます。これね。あ、色が、この側面の色が、すごくこう、パンプキンっていう感じが、断面とかもね。ちょっといただきますね。この断面がさ、パンプキンっていう感じがね、すごい。うん。うん。なるほど。あの、かぼちゃ感が結構あるね。あの、チーズ使ってるのが正解だね。チーズはね、出てこないんだけど、パンプキンの、その、甘みの、ちょっと、うっすら甘みがあってっていうところでね、チーズのこの、感じが、なんか、うん、いいですね。ね。うん。味がちょっと濃いめだね。うん、これ。ああ、もう、パンプキンが負けないね。チョコレートムースラテの独特のコーヒーのモカっぽいんでいうのかな。コーヒーの、こう、ちょっと優しい苦さと、その、チョコの風味っていうのがあるんやけど、それにちゃんとね、この、パンプキンの、パンプキンバスコチーズの味がちゃんとね、なんだろう、存在感あるね。うん。うん。あ、これいいね。これは合わせてでもありかもわからん。もう全く喧嘩しなくて、何やろ、なんだろうね、これは。まあこれはね、ちょっとね、すいません、今日も朝話してたんですけども、全日本ロードレースでね、渥美心選手がね、吉村から出ますけどね、でそこにね、チームメイトの亀井雄大選手がね、いるわけです。モータースポーツ知ってる人しかわからないけど、ちょっとカットするかもわからないですけどね。なんかそんな感じ。もう絶対こう、サイドバイサイドみたいな。そんな感じ。これどっちだろうね。味の濃さで言ったらね、こっちがね、亀井雄大選手みたいな。で、ここにね、こう、もうメイン出してる亀雄大選手が口の中に入る。んと、すごい。いい走りや。後ろから渥美心選手が来た。
うん。おっと、これはサイドバイサイドだ。テールトゥーノードからサイドバイサイド。さあ、バックストレート、立ち上がってくる。あ、130ある。サイドバイサイドで突っ込んできた。あ、しゃべ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 しゃっていう感じ。なんのこっちゃっていう感じがしますけどね。もうなんかそんな感じ。なんかこう、チームメイトみたいな。この組み合わせね。この組み合わせが、チームメイトで、本当に勝負してるっていう感じの。うん。これがね、味が今までよりは、こう、風味に近い。味はしっかりあるんやけど、風味に近く。チョコと、その、コーヒーのね、エスプレッソの、いい感じの、ね、とこなので。で、もうすごく美味しいね。うん。パンプキン。まあ、チーズケーキが吉村としたら、まあ、パンプキンが亀井選手かな。はい。で、エスプレッソが吉村のね、あるとしたら、ね、チョコが厚見心選手。この2台がね。もういいか。はい。っていう感じなぐらい、こう、ベストマッチと言ってもいいんじゃないかな。すごくね、絶品に合うっていうことではなくて、この組み合わせはありだと思います。一緒に食べて飲むっていうね、いうのは、そういうありだと思います。はい。そんな気がしました。ということで、今回は、ね、まずはドリンクの方が、アイスのチョコムースラテ。ムースがちょっとね、溜まってるんであれですけども、はい。パンプキンバスクチーズケーキっていうことで、非常に美味しかったです。